どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、まだ行ける、SFC 修行ルートをね、紹介していきたいと思います。週末のみの利用、そして日帰りということで一応ね組んでみました。路線の、時間帯っていうのはねまだかなり、余裕があって、好きな時間をね、皆さんね、選んでいただければなと思うんですけども、まあ、今回私の動画はですね値段を一番安いっていう風にしておりますんで、そこはねちょっと、覚えておいていただけたらなと思います。この正直ねこの SFC 修行ルートの国内線ってまあ再現性はね、まあ、あるとは思うんですけども、まあ座席数によって運賃も変動していったりね、私がその調べて検索した時とある程度の時間が経ってね皆さん見るっていうことになりますんで、本当に再現性はまあある程度あると思うんですけども、参考程度にね思っていただけたらなと思います。まあこういうルートもねありますよっていうので見ていただいて、もしね SFC 修行ね、この機会にちょっとしてみたいっていう方はね参考にしていただけたらなと思います。ANA のねこの特別措置でプレーンポイントが今2倍になっておりますけども、個人的意見ですと本当にねこんなチャンス多分もう滅多にないんですよ。SFC 修行をねするっていう上で価格的にもですね本来ねかかる修行費用よりですね安く利用できますんで、まあ、ANA をね応援するっていう意味でもですね、まあ、個人的にはまあ今狙っていただけたらなと思います。で、実際ね今回、路線として、紹介させていただきますのは羽田沖縄石垣島っていうルートになります。航空券の種類ですけども、バリュートランジット28っていうのを利用します。まあこちらね知ってる方も知らない方もまあいらっしゃると思うんですけども、まあこちらちょっと後で説明しますね。座席クラスは普通クラス、こちらの全体の価格で25万と2660円っていう風に出ました。こちらねプレミアムポイントの単価、1プレミアムポイントはね、まあ、いくらかっていうのをね計算するとですね、だいたい5円ぐらいになるっていう風になっておりますんで、まあ一般的に SFC 修行のねプレミアムポイントの単価っていうものは、まあ、10円を切ればいいっていう風になってますんで超お得なんですよね。でこのバリュートランジット28って運賃はどういうものかっていうと、2区間をね、一括で予約する航空券という風になってまして、羽田からね、沖縄石垣島っていう風にね、まあ、こちらをもう一気にね抑えるっていう風な航空券になります。で一応ねこのバリュートランジット28っていうのをね、まあ、今回利用するんですけども、こちら無印のバリュートランジットと、7っていうのと28っていうのがあります。ということでね28っていうことなんで、発売日は、搭乗のね、2ヶ月前の1日からね、発売が開始するっていう風になっておりますんで、今3月なんでね5月の終わりぐらいまでしかね運賃出てこないんですよね。6月のね、発売は、まだ先になりますんで、これからねまだ SFC 修行したいけども漠然としか決めてないっていう方はですね、この航空券まだ発売されてませんので6月以降だったらね、まあ、今回私の試算は5月で出してるんですけども、まあ、6月以降もね、まあ、利用できると思いますし、まだ発売してないっていうことはですね安くね取れるチャンスもあると思いますんで、まあ、こちらねおすすめっていう風になっております。でこちらね普通の羽田から石垣島とかね羽田那覇とか取るよりね安いんですよね航空券自体は。まあ、これなんで安いかっていうと乗り継いでる分、まあ、価格が安いっていう設定になってるんですよね。でまあその代わりっていうわけじゃないんですけども、予約の変更ができなかったりとかします。で、プレミアムクラスへのねアップグレードは、当日ね、空いていれば、アップグレードは可能です。まあ、このねバリュートランジット28のね、まあ、一番のね、まあ、おすすめポイントっていうのは搭乗ポイントが200ポイントつくっていうところがね、特におすすめなんですよね。まあこの国内線をね修行ルートでね考えていくと結構価格がするのに、プレミアムポイントはねそんなにたまんないっていう路線結構あると思うんですけども、まあ、こちらね搭乗ポイントがまあ片道でね、200ポイントつきますんで、東京沖縄で200ポイント沖縄から石垣島で200ポイントっていう風につきますんで、まあ、そこはやっぱり大きいですよね。
それではね、まあ、実際に、ルートね見ていただきたいなと思うんですけども、羽田空港から那覇経由の石垣島っていう風になっております。まあ、こちらが、プレミアムポイントね、片道で東京から那覇石垣島で2246プレミアムポイントが貯まります。これがまあ片道っていう風になりますんで、まあ、今回ねプレミアムポイント2倍っていうのをねやっておりますんで、まあ、これがそのまま単純に2倍になりますんで、羽田から那覇経由の石垣島が4492プレミアムポイントがね貯まるっていう風になります。片道でね4492プレミアムポイント貯まるんですよ。やっぱすごいですよね。で、こちらがまあ片道で4492プレミアムポイントなんで、まあ、これが往復になって、8984プレミアムポイントがね1回の往復で貯まるんですよね。単純計算してまあ9000ポイント近いですよね。この東京那覇石垣島ルートをですね6往復するだけでこのプレミアムポイントで、ね、5万ポイント突破しますんで、まあ、それだけでね SFCC をね、完了してしまうんですよね。でこちらが、総額25万2660円っていう風になっておりますんで、まあ、こちらの価格はあくまでね一番安いっていうね時間帯で乗り継ぎとかねできる便を探して、今回ね表示させていただいておりますので、正直、もっとね、現地宿泊したりとかね、まあ、そういうことができるのであれば、石垣島発のね、早い便に乗れたりとかしますんで、そうなるとね値段はね結構前後 しますので、一応この私が出しているねこの路線は一応価格重視でね出している路線っていう風になりますんで、まあ、それが状況が変わればですね値段もある程度変わりますんでね、その点はねご了承いただけたらなと思います。今回この出させていただいている、路線の価格はですね、土日、まあ、週末だけ、宿泊もなしでね、まあ、利用できるっていう路線になっておりますんで、まあ、この SFCC をねどうやってね修行したいかっていうのは、まあ、人それぞれ分かれると思うんですよね。週末でも、週末一泊してね SFC 修行したいっていう方もいれば、いやできるだけ、週末だけで日帰りでね宿泊なしでね利用したいっていう方ももちろんいらっしゃると思いますんで、まあ、そこら辺はですねちょこちょこ路線いじ日程をね今回同日で全部入ってくるようにね路線組んでますけども、まあ、それをねちょっといじっていただければ利用したい方のね路線に変わっていくと思いますんで、そんな感じでね、利用していただけたらなと思います。で、最後にね、この路線の、まあ、探し方、まあ、そこまで難しくないんですけども、一応ね ANA の国内線の、画面に入っていただいて、東京から石垣島っていう風にね行き方を選択します。でそうするとですね普通席だったかな、ここら辺ねちょっと画像を出しておきますけども、乗り継ぎ便っていうねクリックできるところが出てきますんで、まあ、そちらをクリックすると、このバリュートランジットっていうね、価格の券が出てくるようになりますんで、まあ、こちらからね、まあ、選択していただいて、利用していただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、まだ行ける SFC 修行ルートをね、紹介させていただきましたけども、正直ね、情報っていうのはね、どん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 拡散されていって、座席がなくなっていくとね、また値段も変わったりしていくと思いますんで、まあ本当にね、参考程度に、考えていただけたらなと思うんですけども、まだね、5月の終わりまでしかこの運賃がね、利用できないので、まあこれからね、狙っていきたいっていう方はですね、まあ6月の運賃をね、狙ってってね、この路線で SFCC をね、組んでみるのも、全然いいんじゃないかなと思いますし、252,660円でね SFC 修行が完了するっていうのはね、私としてはねかなりありえない価格なんで、私も40万ちょっとぐらいだったと思うんですけども、それでもねかなり安い方だなと思ってたんですけども、こういうね25万とか見てしまうと本当にマジかよっていう感じですよね。 ANA マイルはね16万マイルぐらいで、持たれている方は同じね路線で、この価格がねもし取れたらですね16万マイルを、ANA スカイコインに変えればですね SFCC をねできちゃうんですよね。ですんで、まあもしね16万マイルぐらい持っていて ANA のねゴールドカードとかね保有している方はスカイコインの倍率がね 1.6 倍になりますんで、まあ手持ちねゼロでね SFCC をね
することもできますんで、ぜひねこの機会に SFCCU をね、検討していただけたらなと思いますね。もしねこの動画見ていただいている方で、もしね他にこの路線おすすめですよみたいなね、感じの路線がありましたらね、ぜひね教えていただけたらなと思います。今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。